こんにちは。太陽ガルーシーを指導しております大西玲子です。今日はですね、腰が凝ってる、その凝りを取る方法をやってみましょうね。まず自分のお尻がどんだけ凝ってるかチェックしてみます。足をですね、絡めていただいて、上の方の足のお尻から、凝りのどれぐらい凝ってるかっていうのを確認します。このまま横向きますね。そうなってますね。ここから体を前に倒していて、自分の体の重みを上の足の方にぐーっとかけていくと、お尻が痛くなってくると思います。この痛み凝ってますね。はい、確かめました。どれだけ痛いか確かめました。逆も同じように確認してみてください。そしたら手を後ろにつきます。手の幅ちょっと広めにつけておいてくださいね。で、ここから足を上げます。はい、あ、今その上げ方はダメね。まずこうして足を上げるっていうのに、こうした人はもう足を上げてるんじゃなくて体を倒しただけなんですね。体このままの状態で足を上げます。こんな状態で、膝と胸がしっかり近くのところに置いて、かかとを突き出す、こんな感じですね。はい、こんな姿勢になっておいてくださいね。はい、じゃあ前に行きますよ。はい、こうなってますね。ここからお尻、片っぽのお尻上げる、片っぽのお尻だけで体を支えます。はい、同じようにこっちも、はい、何度かやってみましょうね。足と膝、胸と膝が離れない、これだけでもお尻の中が痛いでしょ。はい、じゃあまず片っぽからやっていきます。かかとを突き出したら、かかとで小さな丸を描いてください。痛くないですか？痛いですか？はい、頑張って、いろんな角度でお尻をいろんな方向から床に押し付けて、ゴリをほぐしてください。はい、で反対もやりましょう。実はですね、腹筋も鍛えられてるので、しっかり腹筋を使ってください。まあ、どちらも足でもいいですね。かかとで円を描く、頑張っていたいね、頑張ってね。はい、 OK です。じゃあ足を1回、はい、ブラブラと振ります。さあ、さっきの 足のね、凝りが取れてるかどうか確認してみましょう。同じように前に重心をぐーっとかけていただいて、はい、それでお尻のここの痛みですね、痛みというか凝りですね、少し和らいでいたり、あれ、なくなったって思った人はお尻の凝りがどれなんですよね。こんな感じでお尻も一生懸命ほぐしてあげてください。お尻をほぐすと下半身、それから上半身も凝りがほぐれてきますから、体がすごく動かしやすくなりますよ。はい、頑張りましたね。